ライバーディーバにお任せ。時は大銀河宇宙暦212年。スクールアイドルの歌は宇宙平和をもたらす力として認められていた。その力をもって大銀河宇宙の平和を守る活動をしているダイバーディーバの愛とカリン。今日も宇宙をパトロールするダイバーディーバ号に助けを求める無線が届いた。 SOS! SOS! ダイバーディーバに応援を求める。あれ、カナちゃんどうしたの？今って大銀河バレンタインツアー中だったよね。アイさんたち現地には行けないけど、ライブビューイングで見ようってカリンと話してて。大変なの、カナタちゃんたちライブどころじゃなくなった。落ち着いてカナタ、どういうこと？アユムちゃんがさらわれちゃったよ。さらわれたって、まさか火星のみんなに？違う、火星のみんなはすごく心配してる。誰にさらわれたのか見当はついてるの？おそらくですが、土星の方たちだと思います。土星の人たちがなんで歩をさらうんだろう？よくわからないのですが、今って火星と土星の間にいさかいがありますよね。火星で大人気の歩さんを人質にとって交渉を有利に進めるつもりというのは考えすぎでしょうか。歩先輩がさらわれて火星の皆さんがすっごく慌てているんです。だからカスミンたちダイバーディーバに助けてもらいたくって。うん、ダイバーディーバはちゃんとした操作権を持ってるから任せたいの。お願い助けて。もちろんだよ、すぐ行くから待ってて。私たちが行くまで危ないことはしないでね。はい。大変なことになっちゃったね。急いで行って解決しましょう。じゃないとみんなのライブツアーが台無しよ。じゃあ超特急で駆けつけよう。火星の位置を打ち込んでっと。ダイバーディーバー